前のそばにいる正気という男を渡してもらいたい。なんでございます。黙ってわしに渡してくれ。嫌ですね、やぶから棒に。正吉さん、お前さん、このお武家様に何か関わり合いがあるのかい。とんでもない。私は会ったことがありません。で、旦那、この正吉さんにどんな用があるんです。それを聞かなくちゃご返事もできませんね。その男を切るのだ。諸吉さんは渡さねえ。一侍なんてな、勝手なもんだ。てめえの役目さえ果たせりゃ人はどうなってもいいんですかい。こやつ、諸吉さんはどうあっても渡せねえ。許さんぞ。良太に見せないでおくんなさいよ。わしの負けだ。